朝日。朝日は日本海軍の戦艦。軍艦朝日は日本海軍の戦艦で日露戦争時代の主力艦。四季島型戦艦の2番艦である。イギリスで建造され1900年、明治33年7月末に竣工した。日露戦争における海上戦闘、航海海戦、日本海海戦等では主力艦として参加する。 なお、旅順航閉塞作戦で戦死した広瀬武雄少佐は朝日の水雷長であった。1920年、大正10年9月、朝日は戦艦から解剖艦へ類別変更された。1922年、大正12年4月、ワシントン海軍軍縮条約に伴い、練習特務艦となる。後日、潜水艦級難艦に改造される。 1937年、昭和12年8月、工作艦に類別変更された。工作艦として、日中戦争、太平洋戦争に参加する。南方作戦が一段落した後の1942年、昭和17年5月下旬、シンガポールから日本本土駅島中に、米潜水艦の魚雷攻撃を受け、沈没した。潜石港は横須賀港。 あとに、クレチンジュフ所属。朝日、極日の官名は、元織のりながの若の、の歌からと思われる。当時、ヤマトはすでに官名として使われていたため、四季島に続いて、朝日が官名に選ばれたと推測される。1897年、明治30年度の第一・二機海軍拡張計画により、第2号鋼鉄戦艦として、 イギリスのクライドバンクのジョン・ブラウン社で建造された。同年10月18日、第2号鋼鉄戦艦は、朝日と命名される。1898年、明治31年3月21日、日本海軍は、海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し、1万トン以上の戦艦を一等戦艦と定義する。該当する四隻、富士、屋島、敷島、 朝日が一等戦艦に類別された。同年8月18日、朝日はジョン・ブラウン社で帰港した。1899年、明治32年3月13日、浸水。1900年、明治33年5月、西洋滞在中の秋山正幸と広瀬武雄が、春光間際の朝日を見学している。また公の帰りに座礁する事故があり、春光が予定より、 約三ヶ月遅れたという。7月31日、朝日は竣工した。引き渡し当日にイギリスを出発した。同年10月23日、朝日は横須賀に到着した。日本海軍としては、竣工順で四隻目、富士、八島、四季島、朝日の近代的戦艦となった。1902年、明治35年4月22日、広瀬武雄大意は、 朝日水雷町見分隊長を命じられた。広瀬は朝日間の歌を作った。1904年、明治37年からの日露戦争では、第一艦隊第一戦隊として、旅順口、攻撃、旅順港閉塞作戦、公海海戦、日本海海戦に参加した。日露海戦時の朝日水雷町は、引き続き広瀬武雄少佐であった。旅順閉塞作戦では、 朝日からも決死隊志願者が殺到するなど、本艦を含めて、連合艦隊の士気は、極めて高かったという。三月二十七日、広瀬水内長は閉塞船福井丸を指揮して、第二次領順閉塞作戦に従事して戦死、後に軍心と謳われた。日本海海戦当日は、第一戦隊、三笠、連合艦隊司令長官、東郷平八郎大将、四季島、富士、 朝日、カスガ、日清、第一戦隊司令官、ミス・ソウタロウ少将、タツタ、通報艦の4番艦であった。同海戦勝利後の朝日と、総合巡洋艦サ間は、降伏したロシア戦艦オリオールの護衛を担当している。朝日は、オリオールの乗組員を収容した。開港中の5月16日、戦闘で負傷していたオリオール艦長のニコライ・ユンク、大佐が死去。 水槽に付された。また、おりょうの浸水が増したため、三隻、朝日、朝間、おりょうは、予定を変更して、舞鶴港に入港した。後日、おりょうは、戦艦岩見と改名された。1905年、明治38年12月12日、日本海軍は、艦艇類別等級表を改定する。戦艦の等級廃止に伴い、日本海軍保有の旧席、 富士、四季島、朝日、三笠、岩見、相模、丹後、比善須壮が、戦艦に類別された。第一次世界大戦では1918年、大正7年に、第三艦隊第五戦隊の機関として、ウラジオストック方面の警備に従事した。同方面の警備には岩見、元オリョールも加わっている。1921年、 大正10年9月1日、日露戦争時の主力艦艇は、解剖艦に類別され、朝日も解剖艦一等となる。1923年、大正12年に、ワシントン軍縮条約により、練習艦として保有が許されたので、兵装、装甲を撤去し、練習特務艦となった。同年4月1日、三席、四季島、朝日、妻は、 軍艦席より除籍された。艦艇類別等級表からも削除。二席、四季島、朝日は、練習特務艦に類別された。1924年、大正13年7月、解剖艦、岩見、元ボロジの急戦艦オリオルが、航空機、基地航空隊や空母包送航空隊の標的として、処分されることになった。 演州海域の三浦半島城が島西方まで、朝日は岩見を栄光した。沈まない場合は、駆逐艦裏風による撃沈処分が予定されていた。だが7月9日以降の爆撃実験で大破、岩見は沈没した。この頃に第70戦、旅31、第43戦、旅25と潜水艦事故が続けて起こったため、1925年、大正14年に、 潜水艦救難設備を設置した。これは原則にブラケットを設置し、これを支点として片源に沈没潜水艦を位置させ、反対源に配潜水艦を置いてワイヤーで結び、鶴辺式に比較的少ない力で沈没潜水艦を浮上させようという原理だ。改造の際に機関部の改装を行い、一本煙突となっている。朝日はクレに常駐し、潜水艦事故に備えていた。 1927年、昭和2年5月19日からは01潜水艦を、沈没潜水艦を付養する際の重りとして改装し、1932年、昭和7年4月1日に、雑益船交渉台2929号が、登場してからは01潜水艦改め交渉台200号を、純粋に、交渉台2929号を、 沈没潜水艦に仕立てての潜水艦救難実験、訓練に従事する。1937年、昭和12年5月31日、陳・重り船2隻が老朽化したことや、朝日が工作艦へ改装される際に救難設備を撤去することが決まったため、陳・重り船は成功材料とすることとなった。朝日は工作艦への改装と同時に、 救難設備を撤去し、交渉第2900号、交渉第2929 29号は、同年6月26日に廃線となった。朝日の救難設備が、事故に使用されることはなかった。朝日に代わり、知床型救援艦のサタが、潜水艦救難艦に改造された。また、朝日は1928年、昭和3年には施政暮れ式1号射出機を仮装備。 し、日本海軍で初の射出実験を行った。撤去された全部手法は海軍法術学校の教材として、泊まり裏海岸に据え付けられた。工作艦関東が1924年、大正13年12月に座礁放棄されて以降、日本海軍は工作艦を保有していなかった。朝日は1931年、昭和6年頃に、 簡単な工作設備を設置した。1937年、昭和12年7月には、日下事変の勃発により、中国での損傷艦が増加、また無条約時代に入っていたので、日本海軍は正式に朝日を工作艦に改造する。環境前には、ダミーの木製30センチメートル砲を装備した。呉海軍交渉で改装工事を実施。 8月15日に工事を完了した。朝日水雷町、広瀬武雄少佐、戦士後、中佐が使用していた支出は、工作艦に改造後も記念室として残されていたという。8月16日、海軍は朝日の類別を練習特務艦から工作艦に変更する。朝日は中国へ進出、主に上海方面で修理任務に従事した。 1939年、昭和14年11月には、上海方面根拠地帯機関となっている。1940年、昭和15年11月1日、朝日工作部は、上海陸上に移り、第1海軍工作部と解消したため、昭和15年11月1日、発足、朝日は日本へ戻った。11月15日からは、連合艦隊付属となった。 新鋭工作艦赤かし、昭和14年7月竣工とともに、連合艦隊各艦の故障修理や整備を行う、練習戦艦から戦艦に改装された、比叡など。朝日の工作艦時の要目は、以下の通り。1941年、昭和16年12月8日の太平洋、戦争開戦時、朝日は、南方作戦、南方部隊本隊指揮官。 近藤信武中将、第二艦隊司令長官に参加する。カムラン湾所在だった。1942年、昭和17年2月に、シンガポールが陥落すると、翌月には同地に進出する。3月13日、シンガポールに入港した。工作艦赤市と共に、シンガポールの港湾施設の復旧や、損傷艦の修理に活躍した。給油艦鶴見、3月1日。 潜水艦乱撃で損傷や、軽巡洋艦中、4月1日、潜水艦乱撃で大破の応急修理も、朝日工作部が、第101工作部、シンガポール陸上に協力したた順調に進んだ。同年5月22日、朝日は、自身の修理を行うため、シンガポールを出発し、日本へ向かった。護衛は、苦戦艇一隻で、危険な沿岸航路を避けて、 南シナ海の中央を北上することにしたという。しかし、朝日は旧式低速、福井静雄によると艦首に、白波の明細塗装を施していたが、当時の速力は8ノット程度の大型艦であったため、敵潜水艦の格好の目標となってしまい、5月25日の深夜に、カムラン湾南東、サイゴン沖約120回里で、アメリカの潜水艦サーモンから来撃される。 朝日の左限に二発の魚雷が命中した。最初の魚雷が命中したのは、軍神、広瀬武雄中佐。最終役職は、朝日水雷町の記念室の真下で、同部屋に保存されていた、広瀬の遺品は沈没と共に全て失われた。翌26日午前1時3分、転覆して沈没した。この時、朝日の乗員の多くは救助されたが、戦死者十数名を出した。 同年6月15日、朝日は特務官席及び特務官類別等級表より除籍された。残務処理は呉海兵団内において行われた。朝日機関長の蒲山大佐は空母流上機関長に転じた後、第二次ソロモン海戦における同艦沈没から生還した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。